作り置きで嬉しいいちごのボックスケーキを作ります。前もって生地を焼いておけば、食べる当日にクリームといちごを重ねるだけ。テーブルが華やかになる。こんなお菓子作りもうんと気軽になります。材料はこちらです。まずスポンジ生地を作ります。完成したスポンジは2から4等分して冷凍用保存袋などに入れておけば、冷凍で2週間ほど保存できます。次にクリームを作ります。最後にクリームといちごを使って仕上げます。ラップか容器の蓋をしておけば、冷蔵で翌日まで保存できます。今回のレシピはこちらの書籍で紹介しています。